先にね、ここのね、山の向こうにさ、塔にってとこいる、あるわけよ。田舎なんだけども、塔にそこで住んさになりました。そうそう、全部仕事場も全部オール。言い方がね、そういうのも難しいんじゃない。ね、あの避難所とかそういうとこにいてから ここに、うん、そうそうそうとかそういうところなんですよね。大概の人はそうだと思いますよ。ここにいる人たちはね、こういうのをほら建ててもらってね、国からさ、まあちょっとね、言えば狭いところにいるんだけども、まあこれだって長くないと思うよ。あと2、3年後にはさ、みんなそれぞれね、大きいアパートにさ、行く人、それから自立再建もあるだろうしさ、ね、行き先はみんな決まってると思うから、ここに今現在いる人たちはね、ちょっとね、現在ね、ちょっとこの間たまたま自分が行くところでね、ちょっとお話し会やったんだけども、ちょっとね、当初よりは5ヶ月ぐらいね、やっぱり遅れてるみたい。いや、一応やっぱりね、腹立たしさもあった反面、やっぱりね、そっか、まあ、建てるのはさ、一個だけじゃないですよ。かなりいろんなほら範囲が広いじゃん。まあ、遅れるのが当然かなとかさ、そういう諦めとかさ、そういうのもあるけどな。もうあの家、ね、前のうち、津波で流される前に、20年ぐらい建ててまずね、ローンが残っていたんですけども、ほらうちはもうないから、ここがそれでも今でもね、その残骸っていうのかな、残っていればだけど、もう全部壊してるから、ちょっとね、あの例えば、こういう何それあったよねとかって、ほら何か一つのものね、あらうちでもこういうのあったよねって言った時に、何いつまでもって言われるわけ。家族の人には何いつまでも、そしてもうみんな流されてないんだからとかね、とやっぱしちょっと小胸つまされますね。やはりね、あのくよくよしても、私の場合ね、やはりくよくよしても、あのね、前にとにかく前に進むことが大事。後ろ振り向くと辛くなるからね、頑張ってまず前を見て、そうやってまずね、子供のためにもほらね、前向いて歩いていこうかなと思ってます、ね。ここでの生活はね、あの私たちをね、生かしてくれたみんな仲間です。全国の皆さん、世界各国の皆さんが私たちを助けてくれたことを本当にありがたいと思います。涙が出るほど本当に幸せにしていただきました。ありがとうございました。ここはKamaishi, ここは Kamaishi, 宝の港、黄金白金、黄金白金、さらさらと、さても本当に良いところ、
ぜひとも一度はおでんせ、はおいでんせ。